序盤のオマルって雑魚なイメージ持つ人も多いと思うけど、なかなか見どころある部分もあるんだよな。新しめの序盤のオマルは特にシーズン1とかならそこそこ十分使えそうなレベル。でも秘伝技をたくさん覚えてくれるのがありがたかった。それすら剥奪された最近の子たちは。グルトンも入れてやれよ。なんかおっちゃんだけ種族は大が序盤のオマルの配分じゃないんだが。デカブースのことはアクタイプだも勘違いしてた。ラッタとミルホップ以外は割となんとかなる。欲張りす興味本位で使ったら普通に強くて笑ってしまった。序盤に出てきていいタイプじゃないよお前。多分この中でも一番強いのはウサギの肘方だろうな。他も光るところはあるがこいつは一つ抜けてる。コルードダイナリ欲張りすぎだるまっすぐまでカブースパジュートンラッタ王たちミルホップ。個人的な序列。便利さで一番残ってるのは間違いなく物欲のね猿のまっすぐま。剣盾のアニマン仲間大会じゃ使用率1位だからな肘方ウサギ。肘方ウサギはなんならガチ対戦でも使えるぐらいには強い。ブルーとヨーテリーは？まっすぐまは腹大個心速って一芸があるし使おうと思えば全然使えるよね。コルードはタビパだと典型的な序盤のオマルで夢特性だと一芸あるっていうのがバランスいいよね。旅で力持ちだとちょっと強すぎた。欲張りスとかステータス的にはカビゴンにかなり近いからな。序盤に手に入るポケモンの進化系としては破格の性能してる。まっすぐまはバトルファクトリーで頼りになった。ポケスペでもあったけど、八つ当たり、トリック、穴を掘る、電磁波。で使いやすかった。レンタルポケモンだから八つ当たりが最高威力だし、持ってるこだわりハチマキをトリックで押し付けたりとか、鋼、岩が出てきても穴を掘るで対応できたりとか色々できることが多かった。お前と王たち、あとアクだけどアブソルのこだわり勢はエメラルドファクトリー3周目の希望の星だもんな。ビーダルは昔の単純だとバトンタッチ引き継ぎ能力も2倍だったから爆発力すごかった思い出。カロスとガラルの序盤ポケモンは強いわ。カロスがホルードビディオンファイアロー。ガラルが欲張りスイオルブアーマーガー。ルビーでグライナポチエナを手持ちに入れてたな。アクでは？そうだった。なぜかグライナもノーマルのイメージがあったわ。エネコロロ。序盤のオマルの話になるとサイオシがよく話題に上がるからつい覗いちゃう。統一パクメルくらい技範囲も広いぞ欲張りス。しっぺ返し返してくれ。ホルードさんは今日特性がクリア後解禁というシステムでうまく序盤ポケモンかつそこそこ戦えるポケモンという立ち位置を実現したな。まっすぐまは秘伝要因にしてたな。相手が出してくると思ってたよりだいぶ強く感じるおっちゃん。ラッタタスキガムゼッカ。王たちを片付けとグロうまく、バトンタッチ。まっすぐま腹大子一致神速。ビーダル単純済みアタッカー。ミルホップ催眠術。ホルード力持ちで大体どうにかなる。デカブースあくびで交代誘って特性張り込み適用。欲張りス無駄のない種族地元祖ホーバル。パジュートンオスは取れない匂いによる特性コントロール。メスはアロマベールで挑発など封じながら詰める。適当に思いつける分だけ強み探してみたけどミルホップどうしたらいい？金銀やってた頃は王たちに波乗りとか覚えるイメージなかったから、覚えると知った時は驚いた思い出。イタチだからやいぎりはわかるんだけど。単純天然村っけとかいう対戦で一度は怖い思いさせられたことがある強し特性3つ持ちのビーダル。立ちくさぐまって序盤のオマルに入る。まっすぐまやビーダルは秘伝要因としてお世話になったトレーナーも多いであろう。